森の命の準理を研修るのが我々古きエルフの役目。悪き人の子よ、気泡も準理の一つならば、私の力をお借りしましょう。森と命を準る古陶器未来への両論はまだ始まったばかりです。いつか私たちは多ネ族の壁を越え、争わぬ銅を見つけることができるでしょう。ってことで、今回は、白銀の射手っていう、デッキをちょっと使っていきたいと思います。こちらは、なんか今度エンシェントエルフの新しい、書き下ろしイラストのカードが、発売されるみたいです。このデッキがなんか構築デッキが発売されるみたいで、このデッキをなんか500円で、じゃあ500ルピで、じゃあ500クリスタルで500クリスタルなんか買えるみたいです。まあちょっと詳しいことはツイッターとか公式で調べておいてください。はい。で、今回このデッキね、ちょっと使っていきたいと思うんですけども、なかなか面白いデッキだと思います。例えばロビンフッドが入っていたり、シンシアが入っていたり、エンシェテル1枚なんですけど、スタンダードデッキが発売されるみたいでね、お金で言うと、3000ぐらい、エンシェテルの新規イラストを手に入れるのに3000ぐらいかかるのかな。そんな感じで、ちょっとね、なんか超強いみたいなんで、ちょっと私が実際に使っていきたいなと思います。フリーマッチでいいかな。面白そうなデッキですね。ちょっと今から初めてやるので、ちょっとワクワクしてるんですが。エンシェンテル1枚しか入ってないからな、しっかりと使っていきたいな。デッキの名の通り、射手って入ってるので、やっぱ弓をね、イラストで描かれてる、弓がイラストに描かれてるカードが多いですね。よろしくお願いします。リノセンスも入ってたしな、初心者の方はこのデッキ買ってみるのもありかなと思いますね。何これ？自分のターン終了じゃ何でも相手も、いっか。ほんで。オッケーこのエルフだけじゃなくて、なんかロイヤルとかドラゴンとかでも、新規イラストで、このデッキをなんか構築した、レジェンド1枚だけ、その新規のね、イラストで出るみたいなんですけど、それさ、7つデッキ全部3枚ずつ揃えようと思ったらさ、1個で3000やから、2万かかるぞ。2万かかるぞ。ガチで。全部のリーダーの、新規イラストのやつを3枚ずつ揃えようと思ったら、2万エッグトマトですよ、エッグトマト。で、私個人は、エンシェントエルフの、新規イラストを買うかどうかなんですが、これちょっと悩ましいな、本当に。全部のリーダー出るにしても、だから自分の好きなキャラクターだけ、課金するっていうのはありかなと思うんですけど、例えばドラゴンだったら、フォルテの新規イラストのレジェンドみたいなのが出ると、買っちゃうよな、さすがに。買っちゃうわ、さすがに。買っちゃうと思うんですけど、エンシェンデルフやからちょっと我慢できるかな。ロイヤルやったら何やろうな。オーレリアか乙姫か、椿。いや、椿はちょっとな。ちょっとドストライクですわ。もうストライクゾーンに入ってしまうので。そうやな。椿やったら買っちゃうかもしれんな。それか、ネクロやったら、ケルベロスか、ムクロ。ムクロの方はさすがにないかもしれんけど、ムクロの方を、何やろ。ゲームに集中できひんわ。出して、ワンダ出して、で、殴ると。そやな、ネクロやったら、ムクロか、ケルベロスか、何やったかな、プルートか。ケルベロスやったら買っちゃうな。あと、ビショップやったら、アルミラージか、
ルーン・アルミラージか、あと言ったらないや、ジャンヌ・ダルクか。あ、あとスカルフェインか。あれ、4体おる。あ、4体、え？あ、まあいいや、とりあえず、まあ、スカルフェインはないな。ジャンヌ・ダルクか。まあ、アルミラージだったら買うかな。あと、ワンパイアだと、ソウルディーラーか、何がおったっけ全然思い出せへんわ。クイーンワンパイアか、あと1枚、あと1枚何やったかなクイーンワンパイア、ソウルディーラー、あと1枚何やったっけちょっと待って、ガチで思い出せへん。あれや。私のものにしてあげるのやつやな。何やったか名前。ビーストロミドミネーターですね。ワンパイアはな、正直な。まあ欲しいのはないかな。てかめっちゃ盤面やばいことになってるし。しかも手札弱。このデッキ超弱くね。えぐいやろこれ。エッグトマトやる、エッグトマト。じゃあ5個戦ちょ、いらんてこいっていうか、こいつさ、やられたら手札がさ、次のターンドローできなきゃいらねえよー。まあいいや、まあ、どうでもいいや。あとリーダー残ってるの何やったかな。まずエルフとロイヤルとワンパイアとビショップやが、あと3人やろ。ドラゴンも紹介した。あと2人か。あと2人誰やちょっと待って、あと2人誰、誰やったっけもう混乱するわ。ネクロも紹介したが、あと1人か。あと1人は誰だ全部紹介したか。ちょっと、あと1人誰だ、あと1人誰全然勝負に集中できんわ。まあ、とりあえず、まあ、レジェンドが、まあ、発表されたら、レジェンドのなんか新規イラスト発表されたら、フォルティやったら買うかな。おかしい、おかしい、おかしいがおかしい。まあいいや、これ別に勝つとかどうでもいいんで、でも今の森神の、これ乗らへんわ。森神が死んだのなんていう悪意がある。悪意しかないやろ今の。まあとりあえずね、すべてのリーダーが出るんであれば、2万は覚悟しておいたわけですね。福沢諭吉2枚ですよ。まあ2万ぐらい別に払えるんですけど、余裕で。全然ね、金銭的な面では余裕なんですけど、ただ、そうやな、それではパック引いてプレミアのなんか当てる方がいいかなって思ったりするし、まあ悩ましいところなんですが。顔？このデッキやばない、ちょっと。やっエッグトマトやる、エッグトマト、これ。ちょっと火力が足りひんな、思ったけど。これフェアリーしかいねえじゃん。まあでもな、構築で水見デッキやからな。遊戯王でも何でもそのストラクチャーデッキっていうのはあんま強くないからな。まあ今回動画でまあ伝えたかったこの勝負の内容よりも、そういう新規イラストのカードが出るということで、まあ、皆さんはどうするかっていうのがまあ率直な意見で聞きたかったっていうのがあって、買うのか買わないのか、それから2万を払う覚悟があるのか。まあ、そこだと思いますね。でもこれ負けですね。はい。何飛行がこれ、まあ、そうやな。でもな、バハムート降臨にもやっぱさ、投資というかさ、お金をさ、払わないといけないわけですよ。
で、バハムート降臨は3万ぐらいいっちゃうので、3万プラス2万で5万5万は高いな。高いっていうか、まあさすがにさ、まあそれは払えるよ。余裕で払えるけど、ちょっともったいない気もするよな。その日本人的な意味で。あ、まあ今回はこれで。